和洋高野大女子中学校、高等学校は、千葉県市川市高野台にある中高一貫教育を行う私立中学校、高等学校。1897年に、堀越学園の創始者である、堀越千代によって、女性の自立を理念に創立された。和魂要裁、明朗和順という教育方針のもとで、霊法、芸術系授業、 生活指導を中心に品格を収容し、実験、実習を中心とした実践的な授業を通して拾い、教養の習得を目指すという方針である。和洋洋裁学校として設立した当時、和裁を多く教える学校は存在していたものの、学校の教育体系に洋裁を取り入れた学校は、初めての取り組みであった。和洋球団女子中学。 高等学校とはもともと同じ学校法人として存在していたが、東京大空襲によって球団の校舎が消失したため、昭和20年に和洋女子専門学校として移転されたのが、現在の河野大キャンパスに位置する和洋、河野大女子中学、高等学校のゆえんである。冬服、夏服ともに、セーラーエーリには、白い三本線、あとエリサ有料閣に、 交渉の刺繍あり。胸元には、襟とともぎれの体、学校案内はよ、こうの大女子、中学校高等学校。w 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 a y o k o n o n i e d j p 2021年1月16日閲覧。遠隔はよ、球団女子、中学校高等学校。ww.wayoku.ed.jp w a u d a n。 2021年1月16日閲覧。俺のスカートどこ行ったの学校のロケ地。撮影場所は和洋校の大女子中学校ドラマラボ72019年6月22日。ありがとうございます。